さん、頭にも加藤清正が出てまいりました。で、清正像がどうかということになりますが、加藤清正のイメージ、私は文禄慶長の役、朝鮮側からずっとやってて、でその関わりで、見ておりましたから、通説のですね、加藤清正像とはかなり違ったものが当時から見えておったと思うんですけれども、で近年は加藤清正については機会がありましたらというか、シリーズ職王大名の研究加藤清正というのが、近年の論考を集めた論文集が出ておりまして、これで、その加藤清正像を、新たなイメージができるものであります。実は私歴史群像の2007年の2月号に加藤清正を書いたんですね。もう10年になります。いわゆる武断派で、朝鮮出兵においては小西行長、その講和を主張する小西行長、これに対立する、主戦派で、あれですね、長い星兜をかぶって肩構え襟を引っ提げてひげをしごく、そういうイメージとはちょっと異なるもの、それが見えておったわけですが、見えておったというか、そして、当時のなんとか、読める私でも読める、論文、それで最新のイメージを作り上げようとしたわけですけれども、さらにその後進んだ研究が集められて、この本になっております。で、これを通読されると、面白いというか、加藤清正像が結ばれるとは思うんですけれども、いかんせんこれ、部数発行部数も少ないんでしょう、あるいは税別6800円と呼んでおります。福岡県の図書館でもこれは公立図書館にも3つしか入ってなかったですから、なかなか読む機会というか難しいので、ここで、10年前のものですけど、私のやつをコピーして持ってくればよかったと本当に反省しておるところですが、でその加藤清正と、その九州の関ヶ原という話で、前回前々回も少しずつ触れては来ていると いましたけれども、で加藤清正とこれ佐賀の関係というのもちょっと見ておかなきゃいけないなと思います。これも、加藤清正、これはその通説的なイメージから離れるというといいますかね、実際のところどういう人物であったか、あるいはどういう職分のものであったかというと、これがもはやその武断派文治派というような豊臣家臣団の分け方というのは、これはもう今や通用しないというか、安易に使っちゃいけない、なんとなれば、豊臣家臣団で、しかもこれはもう全てこれはその奉行衆として豊臣政権の運営に当たっておった人間だと、考えていかなきゃいけないわけ で加藤清正も単なる軍人、武人、武官ではないわけですよね。でなおかつ九州征伐以前は満国に足りない地業取りで、実際その大官僚の経営であるとか、あるいはその県知にあたるような、まさにその奉行衆的存在であった。で戦場に出ては実は鉄砲衆を率いて戦っているわけなんですね。でありますから、いわゆる軍旗物で出てくる、静岡岳において、一騎打ちで敵の大将を打ち取ったというようなこと、そういうのは詳細は分かりませんけれども、実はで打ち取った相手鉄砲組頭なんですね。ですからこれ鉄砲の打ち合いで実はやったんじゃないかというような推測もしたりするんですが、そういう人物がいきなり、九州征伐の後、肥後一国に封じられた笹内政が改易された後、北、肥後北藩19万5千石、これも俗に25万石とするのが、今日も概説書だとかで出てきたりしますけれども、これは蔵入り地を含めて、25万石、
実際には19万5千石の地業取り、地業取りというか、まあ、領主になったわけですけれども、で、これが佐賀龍造寺の安倍島と加藤清正の付き合いというか関係、これが始まるのは、まあ、肥後の南藩国領主小西行長、この領地の天草の、まあ、黒人一揆が起こりまして、でこれに、まあ、当時まだ龍造寺でありますね、まあまあ、佐賀から援軍が送られます。まあ、ここで、まあ、有名な話ですけれども、内富兵庫ですね、まあ、治水の神様でありますが、まあ、これは鍋島直重の二枚看板の片方であります。まあ、実際、まあ、その龍造寺鍋島家の侍大将の一人として非常に有能な人物でありますが、これが加勢に行きまして、で加藤清正からその働きを激賞される、1万石でうちに使えんかと、まあ、スカウトされるわけですが、いや肥後一国もらっても私は龍造寺の佐賀の人間であるから肥後一国もらってもお使いすることはできませんという話が、これは内富家の伝承にもありますし、それで破格でなんかにも使われる有名な話です。これが実際内富兵庫と加藤清正の付き合いというのは、これは実際に非常に激しくて、加藤清正がその鍋島直重に書状を送るにあたっても、添え状で添え書きで、必ず内富兵庫に送るというようなことがあったりとか、まあ、非常にそのあたりの親しい関係を表す、まあ、贈り物として、今肥後の方では、馬術が盛んだと、でそれでその肥後なりの馬具、靴はですね、これを送るからで、あなた馬術下手だけだからこれで練習しなさいなんていうようなのを加藤清正から内富兵庫に送ってきたりする、そういう関係があったりします。まあ、内富兵庫が加藤清正から、加藤清正が中国征伐の時に着用した甲冑を贈られるという話が、で加藤清正はこれは、まあ、これ通説的には大兵肥満、六尺三寸あったという、191センチあったという、実際伝加藤清正、着用甲冑というのはいくつか残っておりまして、これは熊本に残っているもの、これで以前ですね、熊本の会社社長で非常に加藤清正に私淑している方が特にお願いして、あれは何神社だったかに残っている一番有名な長い帽子兜がついたあれですね、でこれを着てみたけれども、その社長カップよく良くて176センチあって、だけども少し大きかったという、ですから現実にそういう体格だったんだと思われます。でそういうのをね、もらって着れたのかねと、それ残ってます、佐賀の長後館の、ただしそれはどうも写しではないかと思われます、なんとなれば、ね、そんなブカブカなものをもらって、10代の家宝として残しておくならいいけれども、時あたかもまだあれですね、戦時中でありますからね、もらったものは着用しなきゃということになる、で着用できんようなものやるっちゅうのもおかしな話で、内富兵庫さんも実はこれ大きかったと、今残っておくかどうか確認取ってないんですけれども、長崎の自衛隊の兵器廠に、今兵器廠というのは補給廠に内富兵庫関係の遺物が残ってるそうで、でそういうの具足下がありまして、でそういうの寸法を測ると、優に6尺1寸ぐらいの背丈はあっただろうという、まあそういうので、まあ、その内富兵庫を軸として鍋島家、それから加藤清正、このラインが
あったこともという一面もありますが、まあ、それも非常に重要な、特に、後になりますとね、治水灌漑、築城治水灌漑、これの情報交換とか、そういうのもこのラインではなかったかというような推測ができますけれども、まあ、一番大きいのはやっぱり朝鮮出兵であります。まあ、朝鮮出兵で、その文禄の役の際にはこれは加藤清正、鍋島直重が神代となった龍造寺、そして、熊本の相良さん、これが第2軍を構成します。で第2軍を構成して、まあ、これは有名な話で小西と加藤が勘定騒動ですね、一番乗りをこれを競って、まあ、そこで、仲たがいしたところを鍋島直重がこれが仲裁に入ったとかいう話で、その後、まあ、本来の秀吉の考えでは朝鮮はもうこれは日本に服従しているから、その民政服の先導をするはずだったのが、なぜかその朝鮮の民衆軍官民が一気を結んで、日本に抵抗するという、でそれを申し訳なく思って、朝鮮の国王は北に逃げちゃったと、そういう現地からの、まあ、言い訳ですね、報告に基づいてならば朝鮮半島を平定して、それを削減地として明に攻め込む。でそこで、まあ、八道国割といって各諸大名が、朝鮮の各地に散って、まあ、占領政策、まあ、まずは征服して占領政策をやるわけですけれども、これでまあ唯一一番南の海岸地帯は別として、唯一成功したとされるのが、これが加藤清正、鍋島直重が向かった環境道という、日本海岸の一番北部ですね、こちらに行くわけです。でそこでまあ実はあの地は環境道という地は朝鮮においてもまあ流罪武家地であり、住民の大半はオラン海女真族という地でありますから、当初日本軍は解放軍として迎えられる、そういうことがあって、まあ占領政策もうまくいく、まあこれは人質を取ってのかなり強制的なものでありますが、差出権地もうまくいく、銀鉱山の開発も成功する、だけど、まあ、だんだん、形勢が悪くなると、いわゆる義兵、朝鮮の義勇兵というか、まあ、抗日義勇兵が各地に蜂起する、でそれで非常に形勢が悪くなる、まあ、引き上げるという状況になりますが、ここで、まあ、有名な、ご存知でしょうけれども、加藤清正はその小西行長が首相する明との交渉、あるいは明本土への侵攻、これとは別のルートを探って、で渡満江を越えて、まあ、オラン海の地、満州ですね、関東地帯、ここにまで攻め入ったという事実がありますが、これができたのは環境道経営に非常にその鍋島直重が協力したからということがあります。これもバイアスつけて、見なきゃいけないわけですが、直重候補には加藤清正の言として、まあ、生涯、多くの、戦争に参加したけれども朝鮮の戦いほど楽な戦争はなかったと。いや実は非常な苦戦のはずなんですけど、それはなぜかというと鍋島直重が非常によく協力してくれたからだという、加藤清正の言があります。これはまさにその手前味噌でそういうことを捏造したと。でいやそれこそ、清正の書状があるのかと言われると、まだ確認も取れてないわけなんですが、まあしかしそれは、まあ、状況証拠からすると非常に龍造寺、鍋島勢がその環境道系に、尽力して、で加藤清正に協力しておるというのはこれは間違いないこと。であと、まあ、その後も慶長の役の
程度宇都三条のですね、あの宇都三条、まあ、ここで、慶長の役が一段落しまして、まあ、当初の日本軍の攻勢が終了して南の海岸地帯に下がって、そして、まあ、そこの占領政策を充実させるために、その日本海岸、東海岸、こういうのを最先端、日本軍の占領地の最先端にウルサンですね、ウルサンに、この和城、城を築いて、でそれを加藤清正が担当するということになるんですが、明から援軍が来まして、大軍が来まして、日本軍の占領地帯のその橋を、まあ、あの釜山を直撃するのが一番いいんですけれども、準軍事的に言えば、いわゆるその戦線の一番橋を叩くのがいい、でなおかつ一番その主戦派とされる加藤清正がいるからということで攻めている。これが西暦でいうと1597年の12月の23日か4日から、西暦じゃございませんね、あの慶長2年12月23日24日あたりから始まって、翌年1月4日5日ぐらいまで非常に厳しい籠城をするわけですけれども、でここで非常に戦意が低い日本軍であるけれども、これは御詰めしなきゃ、助けに行かなきゃということで、3355南方の城にいる連中が出ていきます。鍋島龍造寺勢も行きます。もうこれも処刑、記録に残ってる、記録を残している処刑は、うちが一番活躍したんだというようなことを、書きます。もう当然鍋島直茂公夫、その他でもその鍋島勢、龍造寺勢の、その活躍というのは特筆されます。まあ実際非常によく働いているようで、これが武雄の後藤家信が、これは加藤清正と非常に実婚の中であります。なんとなれば、このウルサン城救出戦で、まあ、後藤勢非常に活躍したんでしょうね。戦後加藤清正から大鉄砲30丁太刀一振り、これを、まあ、ですね、感謝の意を込めて、もたらされています。また、後藤家信は朝鮮で病みまして、で、それで、朝鮮の役終結を待たずに帰国して、まあ、後藤で療養するんですが、その後しばらく、まあ、結構長生きはされるんですけどね、戦後加藤清正が何度も武雄に、足を運んでます。見舞いに来てます。共に療護、したりしてます。武雄に龍神寺という高信寺と書きますね、お寺があります。でこれは家信が高信の菩提を弔うために、建てたお寺ですが、これをそうしなさいと勧めたのが加藤清正というような関係で、また清照寺という清正寺というお寺も、これ武雄にございますね。でこれもまあおそらく中華間違いなく加藤清正の菩提を弔うために家信が建てたものだと思います。まあそのように、まあ、非常に龍造寺鍋島と、まあ、信頼の領主、新しく、ね、中央からやってきた領主である加藤清正、結構関係が深かったわけですが、これが関ヶ原の戦いにおいて、まあ、どういうことがあったかと、これは前回前々回も、もう断片的にお話しして、まあ、今日もそうなると思いますけれども、これもですね、本当にまさにその通説的なことで、今まで私もそれで理解してきておりましたから、自然鍋島直しであるとか、その後のいくつかの記事でもそれを書いてしまってますけれども、結局黒田鍋島加藤が関ヶ原戦役において中央にいない、在国したのはなぜかと、これは、会津征伐という一大、キャンペーンが行われるにあたって、でそれ以外の地方、それの治安維持というか、そのために家康与党の大名に、在国を命じるというような、そういうことが、
あったんだと、まあ、これは直重甲府にもあるんですね、そういうふうに大夫から家康から命じられて、まあ、浄水と直重と清正は在国を命じられたというようなことが、私どもはそういう鵜呑みにしておりました。直重に関しては、これも直重甲府ですから、佐賀の公式、資料、佐賀藩の正史としては、鍋島直重はこれは秀吉の死後家康に接近し、まあ、これは接近したことは間違いない、わけですが、で家康与党であり会津征伐においても、従軍を願ったけれども、在国も命じられるであるから、その代わりに息子の勝重と、佐賀においてはその主君であるところの、龍造寺高房に、7000ないし9000の兵をつけて従軍を命じて、で本人は帰国したと、まあ、そういうふうに、認識しておったわけですけれども、加藤清正についてはこれは実は、当時は家康から非常に不興を買っていたと、在国を命じられたというか、その、熊本において謹慎しとれというふうに命じられていたんだというのが近年、言われてきておるわけです、まあ、まさにこの加藤清正、この中に、まさにこれ関ヶ原合戦前後における加藤清正の動向という論文が、山田隆さんという、これは、現在熊本県立美術館の主任学芸員をなさっている方で、清正関係の研究をされている方で、まあ、この論文自体は2013年に発表されたものなんですけれども、それに、さらに補充として関ヶ原戦役の時点においては、清正はこれは家康から不興を買っていたということになります、まあ、これなんかもまさにその秀吉死後の、まあ、状況というのをこれ、本当に近年研究が進んでいて、でそれを全部追っかけて自分の中で再構築して、というのがもうとても落ち着いてない状況なんですけれども、複雑回帰というわけで、まさにその武断派文治派の対立、という単純なものではないと、そのあたりの離合集散が、激しいと、で加藤清正これの立ち位置ももうちょっと複雑なものになっている。で加藤清正がなんで、この家康から当時、不況を買っていたかといいますと、秀吉の死後、もう各地で、様々な、まあ、大名家の内部で混乱が起きるわけですよね。その中で、一つ鹿児島の島津市の庄内の乱、まあ、ご存知の方、島津氏が豊臣政権に属するにあたって、その豊臣政権のへのご奉公をちゃんとできるようにというわけで、豊臣政権からもう多大な内政干渉を受けるわけですよね。でその内政干渉を受けても、まあ、内政干渉に従って家中の改革を行って、豊臣政権に一心不乱にご奉公して、で家を立ち行かせなきゃいけないというのが島津義弘で、まあ、それがちょっと気に食わんなと、いろいろサボタージュもするけれどしたいなというのが島津義久というようなイメージがあります。伊集院忠宗、これが島津の重臣でありますが、この人は非常に有能な人物でありまして、中央とのパイプが太いというか、石田三成とのパイプがある、もう島津義弘の片腕と言ってもいいような存在で、島津家中の切り盛りしてたわけですけれども、ね、朝鮮出兵等の負担もさまざまな、その内政干渉、そういったものを嫌う勢力からすれば、非常にこれは忌み嫌われることになります。で秀吉が死ぬ、それで、まあいろいろ状況が、不安定になってくる、で、まあ、ちょっとここが
いなんですけれども、伊集院忠敬の、ね、これがなんと主君から手打ちにあうんですね。島津、中間、忠常、島津義弘の息子で義久の養子に入って、次期、当主とされている、これから手打ちにあう。もちろんその今までの鬱があったんでしょうけれども、でそうするとその忠実はそれを不服に思って、で、領地で兵を挙げる、これが長期化しますから、まあ、関ヶ原で島津がその兵を、多くの兵を上方に送れなかったのは、この乱が、乱自体は1600年の2月3月ぐらいで収束しますけれども、まあその影響が大きかったというふうにされています。もちろん中央政権からすれば、その、島津なんていうその大領主の領内で、そういう家中騒動としてが、これが実際にその、まあ、内乱状態になるというのは、これはもう大変な、まあ、危険要素でありますから、当然さまざま介入して、その乱を収めようとするわけです。これがまあ最終的には、まあ、家康の介入で手打ちがされるということになるんですが、他にもさまざま動きがあるんですね。それで加藤清正がこれに積極的に関わったという話、最終的にその忠実から、まあ、忠実はその、まあ、いわゆる島津家に対して反旗を翻したわけですよね。で忠実からその父親忠宗の仇を討ちたいから力を貸してくれという密使が加藤清正のもとに行くと。で加藤清正がそれを受けて実際に動くかどうか分かんないけれども、そういう事実があったということから家康から布教を買うと、まあどうもそういう流れがあったようなんですね。であとまあこれちょっと余談になりますけど、立花宗茂もこの時かなり動いてるんですね。まあ立花宗茂がこう言ってどっち側について、動いてたかっていうのがまずちょっと確証が取れてないんですけれども、まあ、ことほどさように、まあ、九州の状況も不可解、複雑不可解で、加藤清正の動きも複雑不可解というか、なんか加藤清正の人物ですね、これ結構ですね、同時代では評判がよくありません。よくないというか、早い話が成り上がり者でなりふり構わず家中の強化にあたる、家臣団の増強、軍備の増強にあたる、その様が非常に、まあ、見苦しいなんていうのと、これ細川忠興なんかが、あの人は口悪いですからね、まあ、黒田長政なんかも非常に酷評する人ですけれども、加藤清正のそういう動きなんかも、まあ、非常に批判している部分があったりします。ですからそのこれも加藤清正は本当に、朝鮮で苦労して帰ってきまして、もうとにかく秀吉の命に従って、まあ、努力する、その、まあ、出兵費用なんかは結局は自弁ですから、もうとにかく肥後北藩、これからもう絞れるだけ絞って、で、朝鮮に、人員物資を送り込んで、まあ、得るところなく戻ってくるしかないという状況で、ほとんどもう破産状態でありますから、でその後、まあ、無政府状態とは言いませんけれども、秩序が、中央の秩序が秀吉という絶対的な重しが取れたというところで、かつての戦国の世に逆戻りと、まあ、その積極的にということまではいかないだろうけれども、何かの機会をまあ、見出してというような、そういう動きがあったのか、まあ、当時としてはまさにその秩序の維持者としての家康からすれば、これは跳ね返り者として、まあ、非常に、叩かれたのではないか。ですから会津征伐が、まあ、契機となりまして、中央で奉行衆、そして毛利輝元の挙兵と
いうことになった状況で、まあ、その九州において加藤清正も、まあ、黒田助水と吉見を通じて動き出すと。これも従来、いわゆる東軍型西軍型という色分けで、加藤黒田は東軍、家康のために働く。黒田助水が、その東軍西軍の、感激をついて天下を目指したというようなのは、まあ、これはもうもはや、伝説というか俗説として、よろしいでしょうけれども、まあ、そこにおいても、もう実はその家康の御為というんではなくて、いわゆる切り取り勝手で混乱に乗じて、まあ、占領地を広げて、でそして、南後においてはそれを既得権として得るというような目的で動いたのではないかと。特に助水に関してはというのが、まあ、近年言われているわけですが、清正の場合はどうもそこまでの積極性はなくてというか、出兵に関してですね、自前で増やすというような、いやただ完全に敵対している小西良に対しての動きであるとか、あるいは救援を求められた細川飛地への派兵であるとかもありますが、さらにこれ推測でありますけれども、この機を逃さずで、中央の状況も横目で見つつ、家康の信用を回復する、そういう動き、まあ、それが本心ではなかったかという、いうふうに思っております。これも実はここ数ヶ月ですね、その一時資料を見ていかないかなというようなことでありますが、先ほど見ましたようにその加藤鍋島のそれまでの関係等から見ても、この関ヶ原戦役、まあ、これの勃発からその後の流れの中で、まあ、両者の間での連携であるとか、あるいはその情報交換というのがこれからその茂しく行われていたようなのを見出せない。そうなるとこれは、まあ、鍋島直茂が在国の直茂が、まあ、家康与党であったというようなことはちょっと言えなくなってきたと。奉行衆よりであったというよりは、まあ、その中央とのパイプ、その中央情勢とは、まあ、若干引いて、まさにその龍造寺領国の保全、そういったことを第一義としていろいろ模索し苦悩しておったのが慶長5年8月9月の、在国した直茂の動きではなかったかと思います。まあ、実際のところを早期に手打ちして、で、まあ、在国、まあ、7000ないし9000の兵を上方に送ったとしても、まあ、当時の鍋島龍造氏からすればさらにそれと同数以上の兵が在国しておりましたから、いたはずですから、で、そういう大きな軍事力、まあ、これを、まあ、関ヶ原その中央で勝利を収めた家康としても討伐するというのはこれはちょっと無理筋であろうと。勝重高房が詫びを入れる、中央で詫びを入れた時に、まあ、家康が直重の、まあ、忠義に奉公に免じて、許すということを言ってるわけです。で、私は、まあ、これは、まあ、それ以前からの家康への接近で、またこれは確証はないという、うかうかとは使えないけれども川澄大公記が記すところの、東軍に対する評論負担、そういったことを言ってたと、まあ、考えてもおったわけですけれども、まあ、現実問題としてはとてもじゃないけれども龍造寺鍋島を敵に回すのはこれはきついだろうという現実的な判断ではなかった。そういう和戦両用の動きを、佐賀でもやってたということは前回前々回もまあ、いろんなところで、話してもおりますが、佐賀城の総構えにあたる十間堀の構築であるとか、
あるいは、まあ、その迎撃戦略の、策定であるとか、まあ、これ筑後を横断してさらに北上して、小倉の家康本営を、まあ、家康が攻めてきたとして、家康本営を突くという、まあ、これは口伝として残っておったという、いうことですから、これもちょっと分かりませんけどね、まあ、そういう、ことで、まあ、例の葉隠が残すところ の, 天下三倍神、天下を取るには、まあ、知恵と勇気と大気、まあ、これ大気は野望野心、とするといいと思いますが、これが必要であるけれども、今の世の中大名衆では誰もおらんと、倍神には3人おると、これが、毛利の小早川高景、上杉の、直江兼続で、龍造寺の鍋島直進、残念ながら皆一つずつ書けると。高景はこれは勇気がない、兼続は知恵がないで、直重は大気がない。そうすると知恵と勇気があって野心がないというのは、これはいわゆる家臣としては最良のものであります。まさに関ヶ原の時の、直重はそれではないかと。なんとか中央の情勢は複雑回帰で、息子と主君は西軍というか、まあ、奉行衆、毛利方についたと。しかしどうなるか分かんないというところで、さまざまに手を尽くして、なんとか豊臣大名から徳川大名に転嫁することができたという、そういう状況であったと、まあ、いろいろ証拠固めを今からできるかと、考えておるんですが、まあ、そういうことで、ちょっと加藤清正の話という、ことで、もう関ヶ原の加藤という話はごく一部になりましたけれども、で、まあ、加藤清正がですね、この、こういうような逐一資料をお渡しすればよかったんですけれども、なかなか二枚舌のところもありまして、これは橘宗茂に対してはその、まあ、鍋島直茂が殉道してる、ね、何かあった時にはもう、お前さんの味方になるかと。で、鍋島直茂はあれは、まあ、かの有名な言葉がここでも出てくるんだね、表裏非行のものであるからという、そういうことを橘宗茂に書き送る一方で、鍋島直茂の方には某日、橘宗茂が帰国したようだから、まあ、帰国の途についているから、その前途を遮ってこれを虜にすればあなた大夫に申し開きができるよみたいなことを言ってる。まあ、とにかく誰も彼もどうやったら、お家を保てるか、できれば勢力が伸ばせるか、そういうことで、知恵を絞って、動いて回ってたのが、まあ、関ヶ原戦役の各地の状況であったというように、まあ、思うわけです。まあ、幸いにして、まあ、鍋島、まあ、龍造寺鍋島は、まあ、肥前半国をこれを保つことができたと、いうような状況ですね。で、私は、まあ、鍋島直茂勝茂伏、これが、その豊臣政権、徳川政権に対してどういう心情であったかということで、まあ、例の鍋島直茂の逆襲碑、まあ、臨終の直前に建てるわけですけど、あれの裏には豊臣阿孫鍋島直茂と刻ませるんですね。いや、もう元和3年の話ですよ。もう豊臣家は滅びてるんですね。で、だけどなぜそこに豊臣阿孫というのを、まあ、誰でも見れるところにあるわけですね。で、それを刻ませたかと、まあ、やはりこれはその豊臣秀吉に対する恩顧というのを非常に重視したんだろうと、まあ、複雑な思いだけれども、まあ、その改逆も含めてかなみたいな感じであったんですね。勝重もまたこれ元那、やはりその大阪豊臣滅亡の後にも書状に豊臣姓を
用いているものがあります。ですからこの辺りで鍋島節ですね、それの、心情というものを非常に興味深く、今考え直しているところです。葛飾はこの人は前回か前々回か、まあ、よく話はするんですけれども、彼は本当に若くして大名製紙扱いをされるものだから、豊臣家に対して非常に、まあ、親近感というか忠義を感じているというのはこれは間違いないことではあるようですね。で、海鮮山鮮の直重がしかしその逆襲碑に豊臣阿蘇と刻ませた、その心情というのもこれは、なかなか興味深いという、もう脱線し放題でありましたが、年度末ということで、お許しいただきたいと思います。どうも。